人は誰しも一つは滑らない恋の話を持っているものである。そしてそれは誰が聞いても何度聞いても微笑ましいものである。今宵お届けするのはある男と女が育んだ愛の物語をギュギュギュッとたった数分にした微笑ましくも美しい物語。今回その滑らない恋の話を綴る二人はたっちゃん&さきちゃん。べしゃりべしゃればべしゃるほど二人の愛に満ち溢れる。もちろん彼らがお送りするお話は全てが実話である。たっちゃんさきちゃんの滑らない恋の話。本日たっちゃんさきちゃんがめでたくゴールイン、記念すべきこの素晴らしいウェディング。そんな二人の愛のストーリーを皆さんで紐解いていきましょう。はじめに新郎ご紹介、プロフィールこの通り、埼玉生まれのナイスガイ、こんな男はめったにない、ハマっているもの、好きな音楽、チャームポイントは、人柄は。一方新婦のプロフィール、佐渡島生まれのプリティーガール、ルーキー新婦の好きな音楽、ハマっているもの、好きな食べ物、チャームポイントは、人柄は。2012年4月、二人は新旧専門学校に入学。そして新入生の顔合わせの時、二人は初めて出会いました。二人の最初の印象は、うわ、全体的に太ってて丸々な子だな、髪型ヘルメットみたい、うわ、怖い人来た、顔黒すぎない、目つきやば、やば、やっばー。こんな感じで最初は全く仲良くありませんでした。しかしさきちゃんはたっちゃんの見た目に反して勉強ができる姿のギャップに徐々に惹かれていくのでした。そして1年後のある日、たっちゃんの具合がすこぶる悪く、顔色が超絶ひどい時、さきちゃんは心配して授業内容を代わりにノートに書いてくれたり、薬や栄養ドリンクを手紙付きで渡してくれたのでした。え、さきちゃん俺のためにわざわざこんなことしてくれるぞ。あれ、この気持ちは、あれあれ、もしかして、もしかして、なになに、別に。わー、そんな感じでいろいろあって交際スタート。展開早いわ。おー、熱い二人のストーリー、これからました。あんなところやこんなところに行ったり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 、やっぱり二人は個性的、面白い思い出ばっかりだけど、いろんなことありました、こんなハプニングありました。二人で行った温泉旅行の部屋の中。あ、体重計だね、何キロあるの、測ってみてよ。へえ、やだよ、恥ずかしい、だいたい女の子に体重を測らそうとするなんて最低。いいじゃん、あ、わかった、一緒に乗ってみて、出た体重から俺の体重引けばいいんだな。はぁ、あ、何バカなこと言ってんの。よいしょよいしょよいしょ、うやっと乗る気になったかな。殴られた、俺殴られた、女に殴られるなんて初めてだ。この子や、この子なんや。たっちゃんはなぜか女性に殴られたことに対して異常に興奮したのでした。なるほど、お二人はやっぱり普通じゃなかったみたいです。周りの仲間からしてみりゃ少し心配ですけれど、二人で力を合わせればどんな困難も大丈夫、そんな二人のプロポーズこんな感じだったそうです。たっちゃんはディズニー好きなさきちゃんのため、2日間ディズニーで遊べるプランとディズニーランドホテルの美女と野獣ルームを
半年前からこっそり予約していました。そして2016年2月4日咲ちゃんの誕生日の日、昼間はディズニーランドを十分に遊び尽くし、夜はホテルのレストランでディナーを食べ、最高の誕生日の中ホテルの部屋に戻ってきました。ふわぁ、何これ、すっごい。ほら、え、何これ。実はさきちゃんの家では様々な家庭の事情が重なり、今はまだ結婚できないとたっちゃんに伝えていたところなのでした。結婚はいつできるかわからないけれど、これは俺がお前のために作ったものだから受け取って。家が落ち着いてからでいいから、その時が来たら結婚しよう。さきちゃんはびっくりしすぎて豚鼻になり、ちゃんと返事ができませんでした。だけどプロポーズ大成功。